今回はカップラーメンを食べてみようと思うんですけれどもスーパーカップの鶏白湯の紙こちらのカップ麺を食べてみようと思います麺は油揚げ麺で麺の容量に関しては 90g となっていますのでたっぷり麺を食べたい時にぴったりなカップラーメンですお湯の容量なんですけれどもここに書いてあるように 500ml 目安ということになっています カップラーメンのデザインですけれどもこのように赤と白のデザインが貴重となっていてラーメンっぽくてすごくいいなという感じです中に入っている麺ですけれどもこのような感じでいつものスーパーカップの麺だなという感じなんですけれども割とこうストレートっぽい感じの麺に少し太めの麺かなという感じのツルツルでもっちりとした感じの麺で美味しそうです スープはこのように2種類入っていて粉末スープと液体スープ両方入っています鶏白湯ということで鶏の旨味をしっかりと効いたスープに仕上がっていそうなのでこういった2種類スープ入っているものだと風味と味と味,と味の濃さとしっかり出ているのでスープ期待していますでカップラーメンできたような感じですけれどもこういうような様子で麺も少し太麺で スーパーカップらしくこうボリューム感のある感じですごく美味しそうですあとはスープですねこう見てわかるように結構しっかりと鶏のうまみが出ていそうな感じのスープです実際に食べてみても鶏の美味しさがこうしっかり出てるなっていう感じでちょっとなんか油分も結構しっかり入ってるのでがっつり食べたい時にもいいなという具合でした あとは鶏の美味しさ出てるので最後にですねスープ残して雑炊にして食べるとすごい美味しかったので卵を加えて卵雑炊にして食べるのもおすすめです鶏の美味しさがしっかりと効いたラーメンが好きな方にすごくおすすめだなという感じのスープでしたので見かけたら食べてみてください